共通大臣で500年勉強等をお伝えしたことがあります。放送式の共通大臣で500メートル競争が出発いたしました。検診時の予選、検診時の標準記録は4分30秒00。先頭は朝日第二の選手、朝日第二の加藤君、これを追って越冬市第一の加藤君、越冬市第四の広野君、朝日第二の加藤君、加藤君を先頭に間もなく400メートルの通過です。400メートルは65秒。朝日第二の高尾君、調子第一の伊藤君が先頭争い。検診時の標準記録は4分30秒00。まずは 1000m を2分50秒台で入りたいところ。先頭変わらず朝日第二の高尾君、その後ろが調子第一伊藤君、3番手に朝日第二の崎山君、4番手に上がってきたのは洋賀市場第二の1年生平山君。先頭は 800m の通過です。2分16秒、この1周は71秒。洋賀市場第二の平山君がここで3番手に上がってきます。まもなく 1000m、 2分53、54、55、先頭は2分53秒で 1000m を通過。今時計は3分。さあ2番手の調子第一伊藤君も4分30秒00、標準記録の突破の可能性はさあまだ残されています。ラスト 500m ペースを落とさないようにしていきましょう。1200m は39秒、この1周は72秒。先頭変わらず朝日第二の高尾君です。また振り返さなくてもいいんですけどさあ2番手調子第一の伊藤君に3番手朝日第二の崎山君が迫っています。さあここで順位が入れ替わるか。崎山君が今横からさあ前に出ようとしますが伊藤君も粘っている。先頭は朝日第二の高尾君が残り間もなく 100m、 今4分05、今4分10、4分15、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、4分30。さあ2番手で調子第一の伊藤君、4分35、4分40、4分45、今4分50、
まだ4分台。4分55。